こんにちは。こんにちは。こんにちは。アマブルの時間です。はい。今日は村井さんが石川に行っちゃったので、3人です。そうだ。うん、でもおらんくても解放進めていいって言ってたから。そうでしたね。イエーイ。進めちゃいましょう。ただ私充電が切れてて今まだログインできないんで。あ、待って。今持ってる。その起動できないぐらい空だったんですか。そう。なんか昨日まで普通にやつ。さっきまで。iPhone 数字状態ありますか。あるある。切れちゃった。ギリギリまで使えますからね。いつも。しゃあ。バック整理させてください。粉末とか入れます。報告もしたよね昨日。しました。収集の方の、うん、しました。じゃあもう全部いらない。上カテゴリーを収集品に変えた。全部いらない。上から、うん、全部いらない。エタニティジュエル。きらめく琥珀が、あれ？きらめく琥珀が美容室クエアから置いといてもいいかも。エタニティジュエルもまあいらない。記憶、いや、琥珀。琥珀は美容室クエアなんで一応置いといてもいいかも。2回言った。2回言った。捨てる。それで経験値ももらえますか？ためらわない。だいぶでも今日ができてきたね。そうなんですよ。この地道にこの毎日何もなかった。何も強化するもの何もなかった。今、うん、武器の話してた。うん。着々と上げている。これ前やってたデータあったじゃないですか。はい。あれの時より全然いいやつ使ってますよね多分ね。僕？なかったない。僕はそれはないね。武器ね。あ、そうか。でも今回はちゃんと自分で作って買ったりね、うん、でもまだ星4だよ。受注してなかった。今でもみんな大体星4です。あ、そんなもんか。受注してなかった。受注してなかった。やばい、間に合わない。間に合わない。私これ村井さんと、ね、昨日ちょっと見てください。私昨日ファッションチェンジ。髪型も変わってる。髪型前から前ちょっと変えた。なんか正義マスの感じ。戻したよね。あ、戻しました、ねヒャッハー、汚物を消毒する感じ。え、どういうこと。汚物は消毒だ。火炎放射器を振り回すみたいな。世紀末か。世紀末か。これは健在なんですね。お気に入りなの席が。よろしい。なんですけどさ、そうです。あれかっこいいから。で、何するんでしたっけ。今日は受注中かな。中のところから中移動だ。え、一人でみんないます。私いない。ちょっとそもそもね、私いない。充電なんでこんな遅いの。ちょっとダンボさん頑張ってお願いしますよ。タイミング悪かった。やっちまったな。 2.1 の方。 2.1 しかないんです。こっちの水方は。え、そうなんだ。へえ。白切り、やばい。これ私村井さんと同じタイミングでやる子やる子さ。確かに。自分でね、10分15分くらいつかなかったりするよ。それするやばい。する。え、そんなに。ゼロからですもんね。だってゼロではない。え、ゼロだったじゃないですか今さっき。うん、まあ空っぽ？空っぽ。超絶空っぽではないはずなんだけど、なぜだろう。ここあるよ。高橋さんいた。やばい。行きましょう。こういう焦ってる時に限ってね、つかないですよ。焦ってる時に限ってね。移動しますよ。焦らない。移動しちゃうの？移動します。僕も行けばいいのそれ？はい。臨時クエスト。はい。あ、二人の苦手なムカデさんです。あ、じゃあ行かない。嘘でしょ。じゃあ行くか。リグバ。リグバのこれな、小石。リグハ？リグハ。すごい景色が綺麗です、ね。めっちゃ綺麗。高橋君、開始しますよ。別に。あ、消えた。聞いてない。行きます。よし、倒そうぜ。頑張れ。やだよ。え、強いんでしょうね。どう考えても強いですよ、ね。なんか波打ってないか。やばい。ボディが波打ってないか。待ってどこ行ったの。どこ行ったの。あれ出てきてる。あれね、この状態では攻撃できない。ただなるほど、うん、自分は攻撃食らうから気をつけて。確かに。あ、出てきたな、うん、
ね、あれ潜ってる時ね、最初に潜った位置と同じ位置に出てくるんですよ絶対。そうなの、うん、そこにね、上にね、実は名前がね、分かれたー、分かれたー、分裂した、一つになるから。あ、うわー、やべえ、僕一番端っこまで来た、あ、やべえ、ちょっと待って、ちょっと待って今から遠距離攻撃してるから、よし、ここで当たるぞ、よし、ここで当たる、やった、よし、クリちゃんそこで殴るんだ、ここで、うん、そう、腹の下にね、行った、潜った方が、うわー、やべえ、あぶね、こう、回復、あ、それそれまた戻るから、そうそう、いない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 、名前の位置はね変わってないんですよ、あれ表示だけ、そう、だからそこでね待ち構えといて、帰ってきた瞬間に、逃げろ逃げろ、そこまたそこに帰ってくる、名前の位置は動いてないでしょ、本当だ、え、なんかめっちゃ動くんだけど、このサラーってやつなんだ、回避回避、これだ、あ、こっち見てる、こっち見てる、まだ潜った、あー、潜った、あー、分裂した、あ、やめてくれ、やめてくれ、でも硬いぞ、あ、やばい、キモい、キモい、やばい、これはか、これはキモい、ちょ、セルフ回復させてもらえ、めっちゃセルフ回復してます、私やっと着いた、やっと起動した、でも、ナノですよ、もう、ナノ、あとナノ、そこで待ち構えとこ、ブリちゃん、HP 回復して、ここそこそこ、逆に動き回った方があの攻撃当たる時もあるから、うん、確かにそれはいい、よし、で出てきたらダッシャーダッシャーダッシャー、あれ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 、よっ た, よ, っ た, よ, っ た, よ, ったよかったよかった、おめでとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、嬉してる、あ、そう、かわいい、かわいい、その帽子と合うね、その合いますね、めっちゃネタ仕込んでる、やりましょう、逆方向ですね、ちょっと騙されてる、先生起動できました、うん、あ、できたよ、できた、もう一回いけるよ、ムカデもう一回いけるよ、ムカデ一人でやったらいいじゃん、あ、ちょっと出てた、あれ、ツイッター必要、ツイッターツイッター必要、必要、必要、ツイッター私、毎回あのパッシブだけでツイッターやなんか絶対やった方がいいよ、 どこでやるんでしたっけ、下の、あ、なるほど、このセイをツイッターに変える一番上で、で発言、発言で、なんか、なんか言う、なんか言う、私いつも報告って言ってる、発言、どこ、レベル上がるんじゃない、ポークドーン、レベル上がった、検証戦と思っちゃう、検証戦ってやつ上がった、レベル上がった、受注しとく、あ、そうですね、受注しとく、砂漠エリア、うん、出た、砂漠来たぜ、砂漠行きたい、砂漠行きたい、サンドバイク、ムカデは、ムカデはもう一回行かない感じ、もう終わったしね、そうですね、私たちもう終了しましたね、確か、今あの臨時クエストっていうバナー出てるはずです、ですよですよ、本当か、うん、もうね、倉庫管理人早い、私も倉庫に、あ、そこのね、そこの倉庫ね、うん、そしてこれが終わったら出る予定だけどここを、まあ、いや、私今一人で戦い行きました、え、たった一人で、すごいっすね、それ割とこれ一人やと辛いはず、確か、うん、辛いと思います、え、私たちどうします、え、でも戦ってる途中でも帰れるよ、あ、いや、あ、そういう、プリシャさん、とりあえずカメラの役目を果たしに行きない、あ、そうですね、わかりました、遠くから見てない、わかりました、参加せず遠くから見て、遠くから見てる方が気持ち悪いよ、この人動き、確かに分裂しました、4つに分裂してるんですか、あ、始まってる、4つに分裂してるね、はい、カメラです、私は今カメラの役で戦場カメラマンとしてこの場に、うわ、やべえ、マジやばい、どうか見てる方が気持ち悪いでしょ、気持ち悪い、でも近くには行きませんよ、でも一人でも全然いけそうじゃないですか、すごい、豆先生がたった一人で勇敢に戦う全然いけそう、そう、前の記録でね、あのこのムカデめっちゃ倒し、めっちゃ戦ってたから、私も後ろから攻撃します、ギルドペットのボス素材集めの、
その時マジシャンだったから、ね、うわすごい、もう終わる、すぐ、よかった、早っ、嘘、早っ、めっちゃ早っ砂漠、砂漠、砂漠、そんな砂漠がすごいですか。砂漠めっちゃ綺麗ね。へえ、綺麗やね満点の星空、満点の星空来ましたいらないですよティッシュ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 、よし、で、バックも完璧に開いた。あ、危ね、さあ、じゃあ、動くしなくては砂漠に行きましょう。やばい、僕の横でなんか作ってる人がいる。何を？あの動きしてた。連続で見るとめっちゃ面白いですか。砂漠行きますよ。下から覗かれている。下から覗かれている。女のアバターなんでちょっと気をつけてください。13回か。13か。デサーティーギブ、うん、ギブ、おお、大人気。上のバナーちょっと消してみて、ほら、すげー、めっちゃ綺麗、めっちゃ星出てる、すごい、すごいぞ、綺麗だ。ただモンスターが気持ちが悪い。あ、そう、結構またここも強いから気をつけて。すごい、うん、サンドバイパー、これか、あれですね、コブラ系ですね。コブラ系だ。え、レベル60とかマジな、あれ死んだ、早くね、早くね、嘘でしょ、何してたの、わかんない、今しかも誰から攻撃受けたのかもしれ、わかんなかった、ちょっと早すぎでしょ、すいません、10秒ぐらいで死んでしまった、すいませんでした。これ火属性の火の器っていうアイテムを露店で買って、はいはい、うん、武器にね属性をつけるとここでの回避がね、過ごしやすくなる。そうなんだ、うん、やった方がいいのかな。私は今火の器つけに行きます。え、うん、そうなの、うん、つけられるの。つけられる。じゃあ私もつけに行こう。お金があれば。いくらですか、高いですか、どうだろう、露店の相場をちょっと見てみます。火の器、あ、そんな高くない。アイテム名を検索。49万。50万。高っ。高い。めっちゃ高い。2万円くらいかと思ってたよ。いや、そんな2万円なわけないじゃん。属性付与するアイテムだよ。あ、そうなんですか。そんなに。じゃあちょっと諦めました、私は。僕も諦めた。そんな高いものを買えません。マジ。私買うわ。諦め。買っちゃうか。買っちゃう。しゃかったー。衝動買いですね。衝動買いじゃない、衝動買いじゃない。買おうと思ってた。前から、うん、すげえ計画的、計画的。レイク、レイク、人が多すぎて、人が多すぎて、倒されて、属性フォローしました。人多すぎるんですか。あ、多いね。行っちゃいた方がいいかなと思ったけど、やっぱさすが人気の階層。あ、人気なんだ。ここ人気。みるみる倒されてくよ。いる方に行ってるの。すごい、そのめっちゃ綺麗。本当だ。なんかどんどん倒されてる。あ、ほら倒されたまた。すごいクリティカル出てると思ったけど、それ多分見えてない誰かだね。そうですね、めっちゃめっちゃ減ってますね。ほらほらほら、何もしてないの。これね、表示で、ちょっとやばい、これ表示でオプションから余ダメージを自分だけにできる。マジか、紛らわしいオプション。いやあ、これメニュー出したまま動けるんだ、知らなかった。攻撃で、下にこれ余ダメージオンで、ダメージ表示を全表示、自分のみ、そうですね。私は人数少ない、注意してる。おお、めっちゃいた、めっちゃ人いる。え、もはや敵の方が少ない。
そんな記載しますね。人が多すぎる。あ、高橋くんいた。お、前いるとんだ。あ、ブリちゃんいた。ブリちゃん、ちょっとついてきてもらっていいですか。どうですか、マリさん、どこ。そこ、そこ、はい、だいだいだいだ。こちこち行きます。今、会いに行きます。目の前にもういるけど。西はちょっとダメだと思います。ここを上に登れるんですよ。すげえ。ここからの見晴らしがすげえ。すごい綺麗だ。うわー、人いっぱいいる。高橋くんラブ。高橋くんラブ。なんでさんちゃんって分かった、みんな。ちょっと待って、みんな椅子来すぎだから。ここに登ってる暇があったら敵を倒せ。あ、流れ星。流れ星が定期的に見えますここ。あ、本当に。なんかすごい応援するな。ありがとうございます。頑張ります。すげえ、めっちゃ綺麗だ。綺麗でしょ。あ、もう皆さんのおかげでなんかいろんなものがアップしている。ありがとうございます。そうなんですよ、本当に左上のアイコンがめっちゃ出てる。いつもよりやたら強くなってます。音がすげえ。ちょっと私撤収します。アップバンサのボロカシアコ。僕たちそんな使ってました。ご用達アコ。すごい面白い。ね、昨日も動画でありましたけどもね、バーンされるかもしれないからね。あ、そうですね。ちょっとしたことをしない方がいいです、うん、そうですね。でもそういう応援コメントはあの大歓迎です、ね、大歓迎ですね。そのありがとうございます。あの嘘つく必要はないんですけど、うん、本当に無理にも出せとも言わないんですけど、そういう気持ちになるから。ありがとうございます。これすごいラグがあって、攻撃すごい当ててんのに、そうっすね、倒れるのが遅い。あ、めっちゃかきついてきて。なぜさんちゃんと分かったし、分かったし、ね、あ、確かにめっちゃ回復してくれる。あれ、ここってなんか、うん、歩く速度遅くするやついるっけ。いるいるのか、うん、どれ。あの砂地獄、アリ地獄、あいつか、アリ地獄の攻撃受けると鈍足効果があります。鈍足効果、瞬足っていうスニーカーです、ね、知ってる知ってる。子供たちの場合に足が速くなるって。速くなる。あ、やばい、速くなるの。あ、なんなんですか。気のせいなんじゃない。気持ち、気持ち、気持ち、気持ちの問題。あ、やばい、画面がすごい。クク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 。人数、表示人数ちょっと注意して。これね、チューなんです。あ、チューなんだ。そうなんです。ご用達後のお願いして。ショウガが少ないから。真相、真相だから。ショウガとルイちゃん死んじゃうから、ね。ありがとうございます。回復いく。そうっすね。ダイエットおめでとうって言われた。ありがとうございます。コメント欄、昨日のアバブルのコメント欄、高橋くん細くなったって埋まってました。そうなんだ。あのそのコメントばっかだった。半袖であの前列やったからかな。ああ、うん、そうです。コメントいつもチェックしてる。昨日はすごい、特にもうそのコメント以外ほとんどなかった。へえ。あ、これだ。え、今の鈍足効果。鈍足遅くなった。あ、めっちゃ遅くなってる。結構それきついよ。それめっちゃ遅くなってるやん。逃げたいって時に逃げられない。確かに。これ何分ぐらい持続するものなんですか。そんな何分もない、うん、何秒とか、うん、あ、これ治ったかもしれない。え、治ってないのか。いや、そんなもんだ。もう治ってるさ。やばい、これスキルのクールダウン、クールタイム中に倒されてる。もうその近接のやついっぱい持ってないからさ。これ何で収集でしたっけ。頼むよ。まず動物だね。動物か。あ、全然終わってなかった。カクトス、サンドバイパー。あ、私全然倒してない。でもスカラビはもうあと5匹よね。ありがとうございます。今日はあのみんなの誰がカメラかちょっと把握できてないです。あ、なるほど、うん、私でしたって。私だ。あ、そっちに行った。アップ番号用としあんこいらっしゃいましたね、今ね、うん、ジェラですね。みんなどこカメラか探して映りに来るっていう。
若手芸人さんみたいな感じになってる。貪欲貪欲貪欲ですね。でもそうやって頑張ってきてる若手が一番怖いから。何するか分かんない。そうですね。で誰か、あの、方正さんな。方正さん何人に来てるよ。俺ほど怖いのかな。持ってかれるか。ちょっと待って、1から1から1から1。あー、いない。倒そうと思ったけど、いなくなっちゃう。これどうなの、クエストの状況は。半分ぐらい、割と進んでる。私も半分くらいだった、さっき。割と倒してると思ったけど、あの、なんだっけ、30% 以上削らないとカウントされてないかもしれない。今度あのアップバン様御用達アコを私の方に来ました。多分ね、まんべんなく言ってる。ありがとうございます。まんべんなく言ってる。あ、死んに溢れてる周りが、あのセルフィーホーリーだらけ。敵が足りない、敵が足りない、敵が足りない状況。贅沢な話ですよ。そうですね、うん、これもう我々だけやったら即死ですよ。即死。だって実際さっき死んでましたよ。死んでましたよ。死んでましたよ。ちょっと一瞬止まるともう誰かが刺してくれて回復してくれるっていう、この殿様プレイ。殿様プレイ。殿様プレイだ。すげえ。やべえ、なんか砂漠でランニングしてるだけになってる。でも足取られて結構カロリー消費しそうっすけどね、砂漠でトレーニングって言ったら。よく見ますよ、テレビ。本当そうだよ。うん、うわ、これやだ、足遅くなるやつ。早い、赤くなった。どうしようって、こいつか。カクトス3、サンドバイパー3、あ、4、3、敵がいない。カクトスサンドバイパー、カクトスサンドバイパー、サンドバイパー。あー、いない、いない、いなくなってしまった。スピードまで決める。今日。うん。サンドバイパー。ちょっと画面がすごいくっついていてやばい。あら、もう解禁したんですか？お昼だけ。どうでした？すっげーうまかった。あのうどん久しぶりに食べたらバイヤー状態。あ、そうね。そうそうなんだ。富士山でね。あ、解禁した時ずっとやべえうどんうめえってずっと。やべえうどん。え、ま、マクドで何を食べたんですか？何セット？クォーターパウンダー。ダブルクォーターパウンダー。あら、まあ、がっつり。今あのなんかハワイのやつやってるじゃん。あれ長くない？ちょっとあれ美味しかった。私多分ね、初代テキサスバーガーすげえ好きだった。初代。あ、やばい、ちょっと待って、死んじゃう。誰かつけてくれないから、よせよ。かわいそう、友達がいます。友達だった。イエーイ。
もうそろそろ終わりそう。カクトス開けるカクトス開けるマックってポテト美味しいっすよね。ポテト美味しいっすよ。あとミニストップのポテトも美味しい。ミニストップさアイスも美味しい。ミニストップアイスうまいよ、ね、アイス美味しいっすよね。初めてさミニストップが近くに出てきてさパニーニをすげえ食ってくるんだ。何すかそれ今ないでしょ。もうミニストップパニーニパニーニが何がいいしてパニーニめっちゃうまかったんだぜ。アイス、いや違うあのパンサンド、一時代のミニストップのなんかいろいろなものを気づいてたよね、パニーニが。へえ。イートインでみんなパニーニ食ってた。あ、終わった。終わった。終わった。画面が。ありがとうございます。あとカクトス。あ、終わった。終わった。帰ろう。帰ります。スクショタイムって言われた。スクショタイム。北の羽使ってないからスクショタイム。よし、帰ります。さよなら。私もありがとうございましたって言った。あ、ありがとうございました。ありがとうございました。助かった、非常に助かった。助かりましたね。ここでデスペナーを食らわなかったら皆さんのおかげです。あれツイッターに投稿するのかツイッターじゃない、どれだせいあぶね。あ、やべ、もう27分も経ってる。嘘でしょ。ちょうどいいね。早いな。めっちゃ豪華な人この人、え、ちょっと変わるね。うわ、すごい、この人めっちゃセクシーでしょ、それ。この人すごい、それ、ミコさんアバターだから。あ、ちょっとミコ、ミコ、これミコさんなんすか、うん、こんなミコさんダメでしょなんかお面ついてるし、ダメですね神の狐って書いて、シンコシリーズ、上半身裸の方がいる。寒い、あ、まったかくなったからいいかな。ちょっと暖かいですけど、また来週ぐらいからまた寒いです、ね。あ、そうなんすか。マジか。せっかくスプリングコートでした、ね。スプリングコート。晴れジオン。晴れジオンってなんだっけ。お薬？お薬。よし、レベルアップ。あ、ツイッター投稿するの忘れた。やっちまった。もうすぐ50だ。50になりますね。うん、鉄鉱石っていります？全然いらない。嘘、あれ、あ、まだか。あとトゲと牙を数本集めればもう終わるな。うん、あ、私あと1個だ。え、何が？触覚あと1個で終わった。え、これもうやっちゃいます？やんない売らないでね売っちゃわないでね。あ、そうそう、危なかった。それが整理しよう、ちょっとやべえ、それ危険。あ、ダメですよ。え、これ受注、あ、そういうことか。収集品をね、またぐとね、あ、ほんとだ、忘れて。私もあとちょっとで終わるわけど、いかない。売らないでね、ブリちゃんも。売らないっ す, しときす。あともうレベル、あとこ、あといもうちょっとで、あ、ほんとだ、50になる。1ミクロンぐらいだと50、1ミクロンそんなとこですかね、今日は。はい、平和でしたね、今日。向かいずっと戦ったのにね。そうですね。はい、そんなわけで今日はムカデの12階の回復クエストと砂漠についに突入しました。はい、お手伝いしていただいた方、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。明日も村井さんはいない、いないですよね。当分いない、また3人当分いない先生するぜだから村井さんがいないのって、あれですよね、お母さんが旅行行った家みたいな感覚、うん、お母さんが旅行行った、あー、なるほど、お母さんおらん家みたいなお父さんしかおらんみたいな大体外食か中出前になる、そう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 、そういうやつ、そういうやつだ。はい、そんなわけで、はい、明日よろしくお願いします、はい、さよなら。さよなら。
ロそれいいえ、いいえほらほら、ほら別のことを飲み込んでるホクホクしたダメだよこの、ダメだよこのまだ聞きたくない、私はその答えなんだかやたらとつまんない同じ毎日同じ顔立派になんかなりたくないけどでも勇気は皆様ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がお済みではない方はぜひとも、概要欄のリンクから登録をよろしくお願いいたします。アップバンクではコスケとかバイヤーとか高橋くんとか、いろんなチャンネルがあるので、ぜひともすべてご覧くださいませ。はい、それではまた他の動画もご視聴ください。さよなら。なんか段差を乗り上げてしまいました。